アフマド・サーダーと、アフマド・サーダーとは、パレスチナの政治活動家。現在、イスラエルのギルボアに存在する刑務所で服役中、パレスチナのあるビーレにて生まれた。1975年に、ラマンラーの国際連合パレスチナ難民救済事業機関が運営する教員養成大学を卒業している。しかし、この頃から彼は、イスラエル当局に、 たびたび逮捕されており、幾度かの交流を経験した。2001年10月、PFLP 指導者のジョージ・ハバシュの後継者である、アブー・アリー・ム・スタファーが、イスラエル国防軍に殺害されると、サーダートは、後継の指導者となった。彼は、すべてのパレスチナ難民の帰還を訴えた。しかし、サーダートが PFLP 指導者に就任して間もなく、イスラエルの極右政治家、レハバム・ゼイビが、 ムスタファー殺害の報復として暗殺されると、パレスチナ当局に、イスラエル側がサーダート引き渡しを要求した。パレスチナ側はこれを拒否し、ムカーターのパレスチナ解放機構本部でサーダートを、かくまった。しかし、アメリカ合衆国とイギリスが、仲介役となって、イスラエルとパレスチナの交渉の末、サーダートは、パレスチナ領内のエリコにある刑務所に収監される、こととなった。 彼は政治集会に出席することや演説すること、インタビューに応じるなどを禁止された。パレスチナ最高裁判所は、サーダーとの禁錮は憲法違反であると明言。彼の釈放を命じた。アムネスティ・インターナショナルもサーダーとの拘束は不法であるとしたが、パレスチナ自治政府側はこれらを無視した。サーダーとの釈放が間近となった2006年3月14日。 イスラエル国防軍がエリコの刑務所に電撃的に侵攻した。そしてサーダートはイスラエル国防軍に連れ去られイスラエル領内に身柄を移された。この際、イスラエルの情報機関であるシンベトの尋問を受けている。2008年12月25日、イスラエルの軍事裁判所は違法テロ集団である PFLP の行った数々のテロの首謀者としてサーダートに 朝役30年を言い渡した。2011年10月、ハマースに拉致されたイスラエル、国防軍兵士ギルアドシャリーと釈放に伴う、囚人交換において、サーダートが交換対象に含まれるという憶測があったが、結局、サーダートは釈放されなかった。イスラエルとパレスチナの和平交渉の中で、取引として、パレスチナ人の囚人が現在に至るまで多数、釈放されているものの、 サーダーとは相当の大物であるため、未だ釈放には至ってない。ありがとうございます。